水古伝水古伝108世一覧表、藩髄歌川国吉、通俗水古伝豪傑108人の一個、今夜魔王、半髄半水は、中国の小説で四大奇書の一つである、水古伝の登場人物。梁山白第61位の高官。自然星の生まれ変わり。あだ名は、今夜魔王で、世を騒がす魔王を意味し、若年ながら、 法術を身につけた黒子の同士である彼の力を、威不してつけられた。また、剣劇と、流星追などの武芸や、傭兵術にも長けている。副将の工獣、離婚とともに、助手坊三にこもる三族として、登場、部下は三千人と、作中登場する、両山白以外の三族勢力では、最大のもので、藩髄が人心掌握にも長けていたことが伺える。 両山白を平等する野心を持っていたほどの彼だが、両山白に入ってから別れ以上の実力を持つ、同志高尊マッサルの影に隠れ、むしろ、力チームを補佐する、切り込み隊長としての出番の方が多くなってしまった。実際、タトラ討伐の際には、敵の同術使い共同生との術比べに敗れ、高尊マッサルに窮地を救われる描写もあることから、 同志としての力量は高い方ではないのだろう。しかし、高村勝が両山白軍を離れた後には、砲術の使い手として、見せ場を作る場面もある。放浪軍の同術使い包み同つ、定評の要術を旧天元女の天章を用いた、装甲と共に破る活躍を見せた。放浪の乱を平定後、両山白軍の解体の後は弟子に迎えた主部と共に、高尊勝に指示した。 ありがとうございます。